i, オーコン o ローラーハブ。i, オーコン o ローラーハブは、マザーボード上のチップセット内で、サウスブリッジとして使用される、インテルの集積回路の開発コードネームである。正規の製品シリーズ型版は、インテル82801である。インテルハブアーキテクチャにおいて、他のサウスブリッジと同様に、いクは、周辺デバイスを接続し制御するために使用される。 本校では、不死の名称に、イクそれぞれの開発コードネームを用いる。イクの最初のバージョンは、ノースブリッジであるインテル八百十と共に用いる、サウスブリッジとして九百九十九年六月に発表された。前身のピックスが百三三十メガバイト s の PCI バスでノースブリッジと接続していたに対して、イクは八ビット幅、二百六六十メガバイト エースの独自のインターフェース、インテルはハブインターフェースと呼んでいるで、ノースブリッジと接続した。ハブインターフェースは、マザーボード上の異なる部品を接続するためのポイント2ポイント接続であった。もう一つの設計上の決定は、マザーボード上でのノースブリッジサウスブリッジの固着した配置を星型に置き換えることであった。このいく発表以降、インテルは、 ハブという用語を他でも使用するようになった。結果として、ノースブリッジのうちイク、世代やモデルを問わずと組み合わされるものはメモリー、コントローラー、ハブ、統合グラフィックスを持つものは、グラフィックスメモリーコントローラーハブとなった。その他のイクの特徴、イクは2つのモデルで登場した。2000年に、インテルは i820MCH での重大な挫折に苦しんでいた。 消費者は高価なドラムへの出費を行おうとせず安価な i810 チップセット搭載マザーボードを購入したり競合他社製チップセット使用品へ移ったりした PC133 スタラムのための MCH が急いで開発されイクニとで i815 チップセットを構成しミドルクラスのマザーボードにおけるインテルのシェアを服したイク1と新しいイク2 360ピンは 815MCH と共に使用される。ファストイーザネットチップはサウスブリッジに統合されたが外部の PHY チップに依存していた。これらをライザーカードとして使用するためにイクではアムールがサポートされたがイクに以降ではアムールを発展させた CNR に置き換えられている。以前のイクに比べて パラレル ATA インターフェースは ATA66 から ATA102 性能向上し USB ポートの数は2倍の4となったサウンドインターフェースは6チャンネルとなったモバイル向けの IC2M も存在したこのモデルには以下の種類が存在した2001年にインテルは2種類の IC3 を出荷したサーバー用の IC3S は E7501MCH と共に使用された。もう一つのモバイル向け X3M i i830MCH または i845MCH と共に使用された。デスクトップマザーボード向けの X3 は存在しない。X2 と比較しての違いはごく一部である。パラレル ATA コントローラのネイティブモードのサポート、最大6つの USB1.1 デバイス。 スンバス2.0、動作中に省電力対応デバイスの電源を切ることを可能とする最新のスピードステップが違いである。このチップは421ピンである。このモデルには以下の種類が存在した。イク4はインテルの2002年のサウスブリッジである。最も重要な革新は6ポートすべてが USB2.0 をサポートしたことである。 サウンドのサポートが改善され、最新の AC97 仕様である2.3版に対応した。従前の IC3 と同様に、IC4 は421ピンである。このモデルには、以下の種類が存在した。2003年に i865MCH 及び i875MCH に合わせて IC5 が作られた。IC6 は、 インテルによる最初の PCI Express s o u t h ッジ Bridge である。4つの PCI Express X1 ポートが利用可能である。より高速な X16 ポートは MCH 側に収容された。ボトルネックのハブインターフェースは1方向につき 1GBS の新しいダイレクトメディアインタフェース。実体は PCI Express X4 リンクといって良いに取り替えられた。 インテルハイディフィニションオーディオのサポートが追加された。AC97 と古い PCI2.3 のサポートは継続された。二つの SATA ポートが追加、軽音されたが、PATA ポートは2ポート4デバイスから1ポートにデバイスへ半減された。また PATA ポートは最速規格ではなく ATA100 に止まる。派生の IC6R は RAID01。 でプラス1とインテル特有のマトリックス RAID、インテルラピッドストレージテクノロジーに含まれるをサポートした。準拠しているシリアル ATA の技術使用書の版は従前製品である IC5 同様にシリアル ATA1.0R で150ワンバイツセックの転送速度を持つ。IC6R と IC6M が内包する SATA、コントローラはダーソジーに対応した。 イク 6R は RAID 構成を取らない場合でも他のモデル同様にダーソシーを利用できる。このチップは652ピンである。当初インテルはイク 6W とイク 6RW という派生のチップを出荷する予定であった。これらは無線 LAN へのソフトウェアアクセスポイントを含んでいた。これらのチップはロードマップ内で発表されたが販売はされなかった。 このモデルには次の種類がある。EQ7 は2005年の中頃に、インテルの新しいハイエンドの MCH である 82995X と組み合わされ、I-955X チップセットとして出荷を開始した。2つの PCI Express X1 ポートが追加され、SATA コントローラのデータ転送性能は 300MBS に向上したデスクトップ向けのみ。また、 インテルのアクティブマネージメントテクノロジーが追加された。基本モデルである IC7 を除いたモデルがダーソシーをサポートしている。IC7R は IC6R に比して新たに RAI d を追加サポートしている。IC7 は945、955、975シリーズの他に P31、G31、G41 チップセットのサウスブリッジとしても 構成され、また、アタモと共に用いられる、ナノメートル10もイク7に近い仕様である。このモデルには次の種類がある。イク8はいくつかのバージョンで提供され、965クラスの MCH チップと共に使用される。モバイル向け以外のイク8は、従来の PATA インターフェースを持たず、一つの AC97 しか持たない。実際には、ほとんどのマザーボードメーカーは、 ジャマイクロンやマーベルによるチップを追加し、PATA 接続をサポートしている。イクは、イク8エサタとギガビットイーサーネット、以前は MCH に収められていたを制御した、ただしエサタはデスクトップ版のみ。基本モデルは4つの SATA2.0 ポートだけをサポートしている。またモバイル向け製品でも SATA3GBPS をサポートするようになった。 他のチップと同じく、IC-8R は6台の SATA デバイスを接続することができる。さらに、IC-8DH、デジタルホームは、クイックリジュームが可能で、P965MCH や G965MCH と合わせて、インテビーブ適合システムで使用される。i c 8 d、H、デジタルオフィスは Q965MCH に対応し、これらを合わせることで、 インテルビプロに対応する。このモデルには次の種類がある。ICQ は2007年5月に、インテル P35 の MCH と合わせて発表された。IC8 と同様 PATA をサポートしないが、実際には多くのマザーボードメーカーは、追加のチップを使うことで、PATA の提供を継続し。ICQR、ICQDH。IC 育休ドゥーチップだけがダーソシーをサポートしている。最大4レーンに構成できる6つの PCI Express ポートを装備するがそのレビジョンは1.1通称限1であり、組み合わせて用いられることが多かったインテル3シリーズ MCH が持つ16レーン PCI Express ポートのレビジョン2.0通称限2とは、乖離があった。インテル3シリーズを搭載した製品の中には、 育休を含む構成であっても、PCI Express ポートのレビジョンを MCH の16レーンである2.0と一種しか表記しないものが多く、すべてのポート、すなわちすべての PCI Express 拡張カードスロットが原理であるとの誤解を招く場合があった。この回りは、後継製品育休で解消された。このモデルには次の種類がある。2008年6月、 インテルはイク1 0を開発コードネームが e a g e レ Lake であった MCH と組み合わせインテル P45 チップセットとして出荷した。データシートと選った情報が利用可能である。イク1 0は MCH とのインターフェースとして1 0 g b ット S の双方向 DMA を実装している。イク1 0は各種の低速周辺機器をサポートすると同時に ハウスキーピング機能をサポートしている。イク10は、インテルにおける、i、オーコントローラーハブの最終製品である。インテルチップセットインテル5シリーズでは一部にこのイク10が用いられたが、後継である、インテルチップセットインテル6シリーズでは、ノースブリッジ、サウスブリッジという構成が完全に廃され、したがって、サウスブリッジである、i、オーコントローラーハブも廃された。 イク10は PATA や LPT を直接サポートしていない。サ a ポートはダーソシーモードを使用することでホットスワップ機能をサポートしている。イク10は CPU の負荷を低減し消費電力を減らす機能も提供する。イク 10R は RAID 対応版でありターボメモリーと呼ばれる新しい機能をサポートする。これは マザーボード上のフラッシュメモリを使用してキャッシングを高速化する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。